はい、日本美術で言及する朱華堂の田中でございます。ですね、紹介するのは今回素材の力展を今やってますけれども、ご紹介するのはこの色川芽衣さん。色川芽衣さんですね、版画の人ですね。まあ、基本的になんで版画っていうものが存在するのかということでいうと、まあ、一回彫ったもので、何点か作品を作れるという、その何点ができる作品がまさにオリジナルということですね。作家さんの中には、オリジナルエディション1個だけっていう版画の意味があるのかないのかみたいなぐらいのことありますけど、逆に言うと版画は版画でしかできない表現があるということも、まあ、言えるんですね。で、版画っていっぱい種類があって、昔から日本にあるのはあの木版画ですけども、さらに銅版画、そしてこのリトグラフってのがあります。で、リトグラフっていうのは、まあ、基本的にその言葉で言うと石版画とかでも言われるんですけども、彼女の場合はこれはあのアルミ板でしたっけ、アルミ板に、描いてます。で、結構そのダーマトグラフっていう、非常に油鉛筆みたいなもので、ね、直接描くとその描いたものはそのまま表現できるんですが、やり直しが効かない素材なので一発勝負でこれ全部描いてるそうです。で、ある種ちょっとこう、これは細胞をモチーフにした作品だと思いますけれども、まあ、幻想的な作品が多いんですが、横川さん、これはご自身が、なんだっけ、多肉植物、サボテンが好きみたいなんですけど、まあ、それをモチーフにしてちょっと可愛らしい作品を作ってみたという作品みたいですね。これ11エディションなの、これ。はい。11枚作ったみたいですね。まあ、そういう。そうですね。まあ、リトグラフなんで実は非常に細密に、しかも多色刷りできるんですが、彼女はあえて一色刷りを、この作品では作っているようです。多色刷りあったっけ、ルカさん。なんか今白黒の時はリトグラフを、油もするんですけれども、はい、モノクロで表現したい時は、ね、モノクロ、色川っていう名前なんだけど、モノクロっていうね、そういう、これいかにみたいなことですけども、はい、非常に可愛らしい作品ですので、割とサイズは小さめですよね。ということで、ぜひお名前を覚えてください。色川さん、モノクロの色川さんですね。はい、ありがとうございました。